どんでんニッコニコで草。阪神打線の通天閣打法に大喜びしています。どんちゃんニコニコ。どんちゃんもお喜び。ヌートバー近藤コンビを超えたな。ショートどこおってんねん。5点ばっかりやんけ。この1番2番えぐいわ。中野乗ってるからこういうのもヒットになるな。なんやこの1、2番。この1、2番たまらんな。普通の感想みたいなのは楽しそうにぶっこんでくるないとい。どんでん人生楽しそうで好き。まあなんでもええんよては。阪神戦の5点率本前月内。バビバビ打線最高や。内野安打。5点ヒット。5点ヒット。かっこよく取る流れやったのに。勝手にバビって勝手に収束するのは構わんけど、収束も広島相手にやってくれなきゃ卑怯やろ。どんでんは楽しそうで何より。もしかして今日もカープ負けるんか。お笑い守備になってるやん。こんな試合おもろすぎてジム行かれへん。月がすごいんか広島があまりにも甲子園の守備を知らんのかどっちやこれは。内野安打ポテンポテンと加藤守イラつきやばそう。ご視聴ありがとうございました。